厳密に言うとやっぱりですね、この弦の響きを作るのに、塗装面の状態というのは影響してきますので、そのエイジングレベルによってパーツ類がどういうふうに変わってくるかという話なんですけれども、いらっしゃいませ、ギターバイヤーの増田です。今回はですね、マーフィラボでございます。ギブソンカスタムショップのですね、現在のプロダクトの中でも大変人気の高い、エイジドをですね、行った製品群のことをマーフィラボと呼んでおりますけれども、そのですね、マーフィーラボでよくいただくご質問 の、 そのエイジングレベル、段階による違いだったりとか、まあ、それこそ音の違いだったりとか、そういうところについてですね、少しお話をしてみたいと思います。まあ、具体的に言うと、マーフィーラボって例えばウルトラライトエイジドっていうですね、最もエイジングが少ないものから、間にですね、ライトエイジド、ヘビーエイジド、ウルトラヘビーエイジドってですね、4段階のエイジングレベルがございます。この中で例えば一番エイジングが少ないウルトラライトエイジドと、じゃあウルトラヘビーエイジド、最もエイジングが激しいウルトラヘビーエイジドだと何が違うのか、結局何が違うのか、まあ、もちろんエイジングの仕方とかは違うんだけれども、じゃあ例えばパーツ類に違いがあるのかとか、あとサウンド的に違いがあるのかだったりとかですね、そういうところについてですね、お話できればと思います。はい、というわけでですね、私オンラインストア運営しております。こちらのですね、かっこいいマーフィーラボの製品はもちろんなんですけれども、お取り扱いの製品については概要欄のリンクの方からチェックしていただければと思います。またですね、委託販売、力を入れてやらせていただいておりますので、もしですね、ご売却ご検討のリターンなどございましたら、まずはお問い合わせいただければと思います。というわけでですね、早速、本題の方、行ってみたいと思います。はい、というわけで早速本題ですね。マーフィーラボにおけるその段階ごとの、違いというか、についてなんですけれども、まずですね、その塗装の、エイジングの段階というのは、先ほど申し上げた通り4段階でございます。ウルトラライトエイジド、ライトエイジド、ヘビーエイジド、ウルトラヘビーエイジドですね。で、ウルトラライトからヘビーに行くに従って、まあ、その名の通りですね、エイジングが増えていくという感じなんですけれども、基本的にそれ以外の差というのは基本的にはないです。例えば木材のグレードの違いがあるだったりとか、例えば同じモデルでもネックシェイプが違うとかピックアップが違うとか、そういうことは基本的にはないです。もちろんまあこれはオーダー品とかによってイレギュラーというのはもちろん存在するんですが、基本的なプライスリスト、いわゆるカタログモデル的なホームページに載ってるような、リブソン USA のホームページに載ってるような製品というのは基本的に内容は共通しているんだけれども、エイジングレベルおよびそのエイジングレベルによって例えば付属品が若干違うとか、パーツ類が一部違うとか、そういう感じになってますね。ただそのパーツの違いっていうのはエイジングのパーツの違いっていう感じです。エイジングレベルというかね、ダメージしているパーツの違いですかねっていう感じになります。それを前提にですね、じゃあまず、パーツ類からですかね、そのエイジングレベルによってパーツ類がどういうふうに変わってくるかという話なんですけれども、でですね、早速ですね、今ちょっと申し上げました、パーツの違いですね、そのですね、木部とかのピックアップとかそういうパーツは変わらないんですが、そのエイジングレベルによって使われているパーツのエイジド具合というのが若干変わります。まあ、当たり前なんですけれども、ボディのエイジングが強ければ強いほどパーツ類のエイジングもまあ強くする必要がありますよね。ちょっとおかしくなっちゃうんで、パーツだけピカピカでボディがボロボロとかもおかしい話なので、そういうところもですね、合わせて、パーツのエイジングレベルというのが変わっていきます。パーツのエイジングレベルというのは、2種類に分かれております。マーフィーラボは4種類あるんですけれども、パーツは実は2種類、エイジングパターン2種類になっていて、1つはライトエイジド、1つはヘビーエイジドです。でこれがですね、ウルトラライトエイジドとライトエイジド、この2機種には、ライトエイジドのパーツで、ヘビーエイジドとウルトラヘビーエイジドに関しては、マーフィーラボヘビーエイジドというパーツがついているという感じでございます。なので、パーツの状態というのはですね、これまあ個体差も若干あるんで大体にはなるんですけれども、ライトエイジドとウルトラライトエイジドっていうのは割とその VOS とかに近いような軽いエイジングのパーツがついていて、ヘビーエイジド、ウルトラヘビーエイジド、このですね、エイジングが強いものに関してはパーツのエイジドもより強く合わせてあるっていう感じになってます。で合わせまして、付属しているケースですね、このケースも、同じところで区切られています。ケースもエイジドしているものとしていないものっていう2種類に分かれていますね。同じですね、こうブラウンの、スリムのケースっていうのは共通しているんですけれども、最近はケースのですね、エイジドしているものっていうのがありますね。これはですね、マーフィーラボの製品でいうと、ヘビーエイジド以上に、付属しています。逆に言うとエイジングしていないのはウルトラライトとライトエイジド、まあ、VOS もそうですけどエイジングしてないケースがついていて、ヘビーエイジド、ウルトラヘビーエイジドには、エイジドしたエイジングを施した、ハードケースが付属しているんですね。なのでですね、まあ、基本的には4段階あるんですけれども、パーツだったりとかケースっていうのは2段階で分かれているみたいな感じなので、
ライトエイジだとヘビーエイジの間にちょっとこう軽い線引きがあるみたいな、そんなイメージですかね。そしてですね、やっぱり一番気になる方が多いかなと思うのはそのサウンドの違いですよね。サウンド面の違いなんですけれども、これはですね、まあ多少はあります。まあ基本的にはやっぱりこう何ですかね、まあ全く同じものをエイジングの強さで、グレード分けしているみたいな感じになるので、まあ、ある意味個体差の範疇を出ないとも言えなくはないんですけれども、やはり少なからず違いはございます。じゃあ具体的にどういうふうに違うか、違う傾向にあるかっていうことなんですけれども、やっぱりですね、エイジングレベルが進んでいるほど、エイジングするってことはつまり例えば塗装を剥がしたりとかして木部は露出したりとかするっていうことなので、木部の露出が増えていくので、つまりはその部分の塗装が薄くなっていくというような、イメージですね。なので、エイジングパターンがエイジングレベルが高ければ高いほど、なんでウルトラヘビーに近づいていけばいくほど音はですねオープンになる傾向がありますね。例えばエイジングレベルの一番少ない、ウルトラライトエイジドになると、こちらの製品がですね、今これヘビーエイジドの製品なんであれですけれども、例えばこういうエルボーの部分の露出とかが基本的にないわけですね。ウルトラライトは本当にこうウェザーチェックが入ってるだけみたいな、イメージなので、こういうバックルの後で塗装が剥がれてるとかっていうこともまあないですし、ネックラですね、ネックラも塗装がこう浮いているとか塗装が剥がれてるってことは基本的にはないです。細かい話なんですけれども、やっぱりこういうですね、木部の露出っていうのが、どれだけあるかないかっていうのは、厳密に言うとやっぱりですね、この弦の響きを作るのに、塗装面の状態というのは、影響してきますので、露出が多いほど、もっと言うとネック部分とかも結構、影響があるんですよね。ネック部分の、塗装の露出が大きければ多いほどって言っても差し支えないかもしれないです。高価露出すればするほど、響きというのは結構オープンになっていくような、傾向があるかなと思います。でこちらの答えはですね、ヘビーエイジドになるんで、こうエルボー部分の、塗装の露出だったりとか、もうボディのバックル、あとのバックル部分ですね、バックル付近だったりとか、ネックのですね、特に芝に近い脇の部分だったりとか、そういうところの塗装がですね結構ちゃんと剥がしてあったりとかするので、どちらかというとやっぱりですね、音がこうよりオープン寄りな傾向になってくるんじゃないかなというふうに思います。やっぱりこう塗装の厚みだったりとか質感っていうのは結構サウンドに影響してくるところなので、ここはですねしっかりこう全体的に塗装されて覆われているのかと、それがですね一部露出しているのかということで、結果としてですね、まあ、総合的に見るとやっぱり音の響きに影響してくるというふうに十分に考えられるんじゃないかなというふうに思います。なので感覚的にこうパッと弾いた時の印象っていうのは、ウルトラヘビーとかの方がこう分かりやすく、響きが強いというか、何か強いような印象を受けやすいんじゃないかなというふうに思いますね。そんな感じでですね、エイジングレベルごとにパーツだったりとか、違いが、サンドだったりとかにも違いが出てくるかなという感じでございます。まあ、対分すると、まあ、その付属品とかパーツ周り、ルックス周りのところで申し上げれば、ライトとウルトラライト、ヘビーとウルトラヘビーみたいな感じに、まあ、2つに対分しても、まあ、ある意味差し支えないかなというような感じの違いで、サウンドに関しては塗装の剥がれ具合っていうのが影響してくるので、まあ、そこは若干個体差があるところなので、まあ、そこら辺はグラデーションになって変わっていく感じかなというふうに思っております。そしてですね、こちらの答えが、2021年製のマーフィーラボの、1959レスポールになっております。仕上げは、ヘビーエイジドでございますね。このエルボーの、部分だったりとか、ボディバックのバックル部分、およびこうネックの裏のですね、縁に取ってるというか、部分のエイジングだったりとかで結構ちゃんとですね、塗装を剥がされております。まあ、なんでこの辺はもうちょっと使い込むと、ウルトラヘビーともうなんかあんまり変わんなくなってきちゃうところもあるんであれなんですけれども、こんな感じですね。ウェザーチェックも全体に、ございまして、かなり雰囲気のある感じになっております。さらにですね、その先ほど申し上げた、パーツ類っていうのも、しっかりですね、面取りがされていたりとか、汚しが入っていたりとかしてですね、とにかくかなり雰囲気が良いです。まあ、全体にびっしり入ったウェザーチェック、剥がされた塗装を見る角度によってですね、木目が浮き上がってきたりとかするっていう、この感じがですね、非常にこうリアルで、雰囲気がいいかなと思います。このヘッド周りも非常にかっこよくって、もしかしたらですね、こう、使用に伴って少し、角をですね、当ててしまったような部分ももしかしたらあるかもしれないですけど、もうかなりもう馴染んでしまってですね、全くそういうのもこう分からない、いい意味ですね。分からないような、かなりですね、こう雰囲気のある、こなれた印象といいますか、もう本当にですね、ここまで来ると工芸品みたいな、感じの、本当に非常に美しいですね、仕上がりになっていると思います。本当にですね、こうマーフィーラボのエイジとは、本当にこうヴィンテージファン納得の仕上がりだと思いますね。そんな感じの感じなので、あまりこう使用感というのはちょっとこう分かりづらい、分かりかねるところがあるんですけれども、まあ、よく見るとですね、目視で確認できる証文が多少はないともございますんで、まあ、少し大切に扱われてきたのかなというふうな印象を受けます。
まあ、なんですけどもちろんですねネック周りのコンディションと全く問題なくって、まあ、フレット症も多少あると申し上げましたけれども、もちろん通常お使いいただくで全く問題ない範囲でございますし、トラスロットの動作も全く問題ない、状態ですので、ぜひですね、あの究極の、レスポールの一つだと思います。ご興味ある方はご検討いただければと思います。というわけでですね、こちらの答えの、デモ演奏ご用意させていただいております。それでは早速どうぞ。いかがでしたでしょうか。間違いなくですね、今手に入る最高峰のレスポールの一つだと思います。サウンドとかはもちろんなんですけれども、まあ、所有感というか、そういうところもですね大変満足感の高い製品かと思いますので、まあ、本当にこう見ていただければ、分かると思います。この非常にクオリティ高いです。こうご覧いただくと、まあ、本当にですねこの雰囲気の良さというか、伝わるんじゃないかなというふうに思いますので、興味ある方は概要欄のリンクの方からチェックしていただければと思います。というわけでですね、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。